セーパ交流戦、セーパ交流戦、セーパ交流戦は、日本野球機構、NPB のセントラルリーグ、セリーグとパシフィックリーグ、パリーグとの間で行われる、インターリーグ。日本では、かねてからパリーグが、交流戦の実施を提案し続けながらも、多額のテレビ放映権収入を見込めていた、巨人戦の試合数が減少するとして、 セリーグがそれを拒否するという状況が続いてた。交流試合の開催に際してのメリットを探るためという名目でとのオープン戦の一部をプロ野球サントリーカップとして開催した。試合方式としてはセパそれぞれ互いのリーグに属しているチームと1回ずつの総当たりで対戦を行い、各年度の6試合の勝率、引き分けは0.5勝0.5敗として、 計算で順位を決定するというもので、上位チームや個人賞獲得者には、冠スポンサーのサントリーから賞金及び賞品が、贈呈される定裁だったが、2年間で終了している。その後、2004年のプロ野球再編問題をきっかけに、セリーグの一部球団が歩み寄りを見せ、同年9月10日の選手会と、球団経営者側との交渉による、 暫定行為によって交流試合の開催が決定した。その後、9月27日の実行委員会と9月29日のオーナー会議で、翌2005年から、ホームアウェイ各3試合ずつの6回総当たり、12チームで実施の場合は1チーム36試合で開催されることとな、は、日本生命保険が特別協賛スポンサーとなり、2005年日本生命、 セパ交流戦の名称で5月6日から6月16日にかけて開催され、翌以降も日本生命が協賛を継続している。交流戦の勝敗、個人成績は、それぞれの参加リーグの公式戦成績に反映され、ペナントレースの年間総合成績、2005年と2006年は、セリーグ146試合、パリーグ136試合、2007年からまでは両。 リーグとも144試合、2015年からは両、リーグとも143試合に含まれる。また、メジャーリーグのインターリーグとは異なり、各リーグのすべての球団同士が対戦し、2005年から2014年までは、交流戦での成績に限っての優勝チームを、全順に球団の成績で決定していた。交流戦期間中の各球団の順位は、 下記順位決定方法に基づく。なお、交流戦の順位自体は、レギュラーシーズンの最終成績に直接影響するものではないが、パリーグに関しては交流戦の成績が下位であった。チームの方が、レギュラーシーズンの上位球団と扱われる場合がある。2007年からはセリーグでも、プレーオフを導入する予定であったため、両リーグ間で試合数の調整が図られた。結果、 両リーグともにリーグ戦を120試合とし、1シーズン144試合制、活量リーグの上位球団による合同プレイオフ、クライマックスシリーズが実施されることになり、交流戦は24試合、ホームとビジターを2回ずつに削減された。予告先発制度はに初めて導入された。2015年からは交流戦の試合数が、 対戦カードごとにどちらか一方のホームスタジアムでの3回戦争あたりの18試合、対戦カードごとにホームとビジターを2年単位で入れ替えとなり、これまでの12チーム層あたり対抗戦という図式からリーグ対抗戦の図式に重きを変えた。開始当初からリーグ対抗戦として取り上げられることが多かったが、実態は、 それとは裏腹に交流戦期間内は同一リーグ内での一人勝ち、一人負けが起こりやすく、また全チームが勝利、敗戦だったためにゲーム差に全く変動がないこともある。勢いをつけて一気にリーグ戦の順位を上昇させるチーム、逆に一気に下降戦をたどるチームがあるなど、交流戦の結果はその後のペナントレースの順位も左右することが多いため、極めて重要視されている。 また、交流戦のみの限定ユニフォームなどを各チームが用意する例もある。これは、開始初年度の2005年に、阪神タイガースが旧デザインのユニフォームを着用したことがきっかけである。阪神は、この年球団創設70周年を迎えており、それを記念して交流戦の期間中に1979年から1981年版の ホーム用ユニフォームを復刻して使用することを決めた。メジャーリーグでは、オールドタイマーズデー、ターンクロックデーなどと題して、旧デザインのユニフォームを復刻することは多いが、日本では初めての試みとなった。阪神の復刻ユニフォームが非常に好評であったことから、交流戦を中心にオリジナルデザインや復刻ユニフォームで試合を行うチームが増えていった。なお、 2007年までは、交流戦優勝チームと最優秀選手が複数出た、時には均等割としていた。2015年度から2018年度までは、交流戦期間中の全試合での通算勝利数で、勝ち越したリーグに参加するチームに対し、リーグ間の交流戦順位に応じて、賞金を支給する。またこれとは別枠で、12チームの中での最高勝率チーム。 2014年まで、セパ交流戦優勝チームとして、表彰についても、500万円を送る。個人賞については、交流戦 MVP は勝ち越したリーグの中での、交流戦順位1位球団、必ずしも12球団中の最高勝率チームとは、限らないの選手から1人選び、200万円を、また全チームから、各リーグにつき1名に対し、日本生命賞として100万円を支給する。 チーム賞の見直しについて、日本野球機構は、今回から完全、ホームアウェイではなくなり、どちらか一方で、ホームゲーム3連戦、全体で、ホームビジター9試合ずつの18試合。2年間で、ホームアウェイが、完成となることから、これまでの12チームで優勝を争う方式から、セパ対抗戦の色合いを強める形式を採用した。また、勝ち越しリーグは、 ドラフト会議の第二巡目以後の指名、ウェーバー方式、二巡目は勝ち越しリーグの当該年度、最下位球団から、三巡目は負け越しリーグの優勝球団から、以後順調同じの優先権利を得る。2019年度からはセパ交流戦、優勝チームのみが、賞金3000万円を総取りする方式に変更する。また、日本生命 MVP は、順位に関係なく、 全チームの中から一人に200万円を支給する。交流戦全試合終了時の勝率がいい1位チームを、交流戦優勝球団、2014年度までは、セパ交流戦優勝チーム2018年度までは、最高勝率チームとして表彰する。ただし、複数のチームが、同勝率で並んだ場合、次の条件で、上位チームを決定する。ホーム3試合。 ビジター3試合、計6試合の全12カード、計36試合を6週間にわたって実施。基本的に火曜日から木曜日までに1カード、金曜日から日曜日までに1カードを設定、6連戦。中止となった試合はあらかじめ設けられた予備日、各週月曜日、または交流戦予備期間、全日程が終了した翌日からの4日間に組み込む。 移動スケジュールの都合から予備日が設定されない場合もあった。ホーム2試合、ビジター2試合、計4試合の全12カード、計24試合を5週間にわたって実施。2カードを同じリーグに属するチームで交互に主催し、これを3回繰り返す。各リーグを本拠地が北にある123ブロックに分け、セワ、巨人、ヤクルト、横浜、DNA、中日、阪神。 広島。パワ日本ハム、楽天、西部、ロッテ、オリックス、ソフトバンク、主催する2チームの本拠地を、ビジターの2チームがそれぞれ移動する。例えば、巨人、ヤクルトと、日本ハム、楽天が主催ゲームで、2カード目に対戦するとするとすると、日本ハム、楽天の2チームが、巨人、ヤクルト、ヤクルト、巨人のいずれかの順で戦い、7.8、カード目では、 パシサイゲームとして、巨人、ヤクルトの2チームが日本派楽天、楽天日本ハムのいずれかの順で戦う。2007年から2009年、2011年、2014年は、パリーグ主催で開幕、イゴパセの順で開催され、最終戦は、セリーグ主催、パターン A。2010年、2012年から2013年は、セリーグ主催で開幕、イゴセパの順で開催され、 最終戦は、パリーグ主催、パターン B、2013年については、パターン A。カードごとに移動、予備日が設けられる、2禁1級ペースが原則であるが、土曜日と日曜日を必ず試合日とするために5週の、うち2週、そのうち1週は、主催リーグが入れ替わるは金曜日、土曜日のカードと日曜日、月曜日のカードで4連戦となる。通常、1回目の4連戦は、 ホームチームの入れ替わりが発生するため、土曜日の第2試合は移動の時間などを考慮して、デーゲーム、14時以前で、また同じ理由で、主観するリーグが入れ替わり、相手リーグ側最初の主観カードの日曜日の第1試合を、ナイトゲーム、あるいはデーゲームの場合は、白母、15時以後で開催するケースが多い。2回目の4連戦は途中でビジター側の対戦チームは変わるが、 すべて同じリーグ側主観の4連戦となる。2007年から2012年はすべてセリーグ主催の4連戦であったが、2013年に初めてパリーグ主催の4連戦が実施された。中止となった試合は、あらかじめ設けられた予備日、原則、第2試合の翌日、または交流戦予備期間、全日程が終了した翌日からの4日間に、組み込むが、第5週は日程によって、 月曜、火曜、ないしは木曜、金曜のそれぞれ2日間連続で試合が組まれない場合があり、日程調整の都合上その2日間連続の控え催日に組み込むこともある。予備日は試合が組まれていない日に設定されるが、移動スケジュールの都合から設定されない場合もある。試合数が18、6カードに削減されるため、1カードは3連戦。 全体では3週間の開催となる。ホームゲームについては2007から2014年のパターンをほぼ踏襲する形をとり、第1週は前半、後半で主観リーグが入れ替わるが、第2週、第3週は同じリーグ主観の6連戦となる。2015年以降は、第1週前半が、セリーグ側第1週後半が、パリーグ側第2週は、セリーグ側で6戦第3週は、 パリーグ側で6連戦となる。予備日の扱いについては、36試合制だった2005から2006年と同じである。対戦カードと開催球場については、2015年、2016年は、パでは、日本ハム、楽天、ロッテと、西部、オリックスソフトバンク、セでは、巨人、DNA、中日と、ヤクルト、阪神、広島と分けた上で、 対戦リーグのどちらか一方が、ホーム、もう一方が、ビジターの組み合わせとなる。2017年、2018年は、パでは、日本ハム、楽天、西部と、ロッテオリックスソフトバンク、セでは、巨人、DNA、広島と、ヤクルト、中日、阪神とに分けた上での組み合わせとなる。2019年、2020年は、パでは、日本ハム、楽天、西ーと、 ロッテオリックスソフトバンク、セでは、巨人、ヤクルト、広島と DNA、中日、阪神とに分けた上での組み合わせとなる。ホームアウェイについては、同じカードを確認で、ホームとビジターを入れ替える。全体でのホームとビジターの試合数は9ずつ。例として、ソフトバンク対阪神は2015年度は、ソフトバンク側の主観。2016年度は、阪神側の主観となる。 ホームとビジターを入れ替えは2年単位で行われるため、対戦カードの組み合わせが入れ替わる関係から、同じカードの主幹球団が2年連続で同一となるケースも発生する。例として、DNA 対ロッテは2016年、2017年も DNA 側の主幹となっている。枠無色、セリーグ、枠もも色、パリーグ、セリーグ優勝球団、パリーグ優勝球団、 日本シリーズ優勝球団。2012年より大会公式キャラクターとして、アルパカをモチーフにしたセカパカくんが登場している。野球が大好きな二人組で、両リーグの連盟機の色、セリーグは緑、パリーグは青のユニフォームを着ており、セリーグの緑がセカくん、パリーグの青がパカくんである。2015年よりピンク色のユニフォームを着たメスのアルパカ、 セパコちゃんが加わった。両者とも、誕生日は、それぞれのリーグ結成の日、共に1949年を由来としているがセパ、コちゃんのみ、プロ野球の日、1936年のこの日に、NPB の前身、日本職業野球連盟が結成されたを由来している。また、年齢は、セカパカ君は2012年で、 第8回大会を迎えることと、セッパコちゃんは2015年で第11回大会を迎えることにちなむ。セカパカ君と交流戦大使を起用した交流戦の CM が全国の民放テレビ局や各球場のオーロラビジョンでも挿入される。また、大会期間中にはセカパカ君が全国の各球場に登場し、 各球団のマスコットキャラクターと共演した会を盛り上げる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。